やっぱさ、マイルで航空券取るのがお得でしょ。でもでも、席取ろうとしても全然空席ないんだよ。マジ？え、マジ？え、席ないじゃんというあなた、それ変わります。マイルを追加すれば混雑シーズンの予約も可能に。これが JAL マイルライフ。やるじゃん JAL、 アプリをダウンロード。あー、飛行機のステータスって全然上がんない。だったら飛行機乗らなきゃ上がらないでしょ。無理っしょ。そうだよね。飛行機乗るなんて年に数回っしょ。そうだよね。そりゃステータスアップなんて夢のまた夢。というあなた、それ変わります。 JAL なら毎日の買い物でもステータスポイントが貯まり続ける。これが JAL マイルライフ。やるじゃん JAL、 アプリをダウンロード。マイルで航空券取ろうとしても席ないじゃん。というあなた、それ変わります。マイル追加で混雑シーズンも予約できる。これが JAL マイルライフ。やるじゃん JAL、 アプリをダウンロード。飛行機のステータスって全然上がんない。というあなた、それ変わります。 JAL なら毎日の買い物でもステータスポイントが貯まり続ける。これが JAL マイルライフ。やるじゃん JAL、 アプリをダウンロード。今回新 CM に出演させていただきました広瀬すずです。やっぱりさ、マイルで空港券取るのがお得でしょ。え、でも結局席取ろうとしても全然空席ないんだよ。え、マジマジ。うわー、もう席ないじゃん。というあなた、というあなた、それ変わりますJALのマイルの貯め方っていろいろあって分かりづらい、分かりづらいよね。そう、ドキドキしました。え、JAL みたいな。すごく親近感もありつつも存在が大きかったからこそ嬉しかったですし、楽しみだなと思いながらお仕事で行ったりとかするときに飛行機乗ったりするので、普段自分が利用するものとかになんかこう広告に出れるとなんかよりちょっと嬉しくなるというか、まあ、でも二役みたいな一人でこう会話をするっていうのは普通しばしてもあまりないのでテンポというか難しいなと思いましたけど、ちょっと完成がどんな感じになるのかいまいち想像もつかず楽しみにしてます。なんかお風呂に入らないと、湯船にちゃんと浸からないと寝れなくなって、入らないでこうシャワーだけとかでも今日いいやみたいな、早く1分でも早く寝たいなみたいな日にちょっとこう手を抜くとなんか次の日違うなみたいなのをすごい実感するようになって、11時くらいになると寝なきゃやばいみたいな、早くお風呂入らなきゃやばいみたいな感じになって、今までは寝るを優先してたんですけど、ちゃんと寝るために湯船って大事だって思ってからはめんどくさいなと思いながらも入るっていうのはちょっと変わったかなというか、変えてよかったなと思ったことですね。プライベートで海外に行ったことがなくて、というか一回しか多分プライベートで飛行機を乗ったことがなくて、1週間とかゆっくり時間が取れた時に、うん、国内でも全然いいし、でもちょっと海外もプライベートで行ってみたいなと思います。アジアはすごい気になっていて、台湾とか韓国とかもすごい好きなので行ってみたいし、韓国とかは一泊でも行きやすいみたいによく聞くので、本当国内旅行感覚で行きたいねっていう人ことをすごい、私いろんな人と喋りまくっちゃってて、なんかみんなと行く約束しちゃってていつか、まあ年内でも叶ったらいいなとは思いますね。一泊でいいから。皆さんもきっとちょっとこう飛行機に乗って遠出したり旅行したりしてみたいななんて気持ちになる CM に仕上がってると思いますので、ぜひたくさんの方に見ていただけたらと思います。皆さんも自分に合った JAL マイルライフを見つけて楽しみましょう。ぜひ CM をご覧ください。